The Game Gallery。はい、こんにちは、ザ・ゲームチャンネル春99です。今日ねご紹介したいアイテムはこちらですね。ライナー・クリスさんのねバビロニアですね。2019年のエッセンで発表されていた作品ですが、チグリスのねユーフラテスと、まあ、あの辺りのね地域がテーマになってるゲームになってまして、そこのところ自分のところの部族とかですよ送り込んでいって、まあ、影響力をね高めていきましょうっていうね、非常にライナー・クリスさんらしいですね、まあ、陣取りのゲームとなっておりました。というわけで今日はこちらね、バビロニアをご紹介したというふうに思います。はい、こちらねバビロニアですね。もうオープニング見ましたらね、このチグリス・ユーフラテスをねテーマにしたところの陣取りなんですね。ライナークルさんの、ね、非常に得意なタイプのゲームになっておって、過去にもこういう形何度か出しておるんですが、あ、やっぱりですねいい具合に仕上がってるなという感じなゲームになっておりますね。まあ、早速ね、なんかね、上げていきたいと思います。はい、これはね、全体のボードになってまして、まあ、ここでね、陣取りするわけですけど、このね、川がね、流れてます通り、これがね、チグリスとユーフラテスなんですね。ここのとこに、ジグラットと呼ばれるね、まあ、神殿ですね、一種のね、こういう建物があり、様々な種類の都市ですね。こういうのは都市なんですね。都市や農地が置かれていると。まあ、これが全体のボードの前景になるわけですね。で、ここのところに、こうしたね、自分のところのコマをね、ガバッともらってますんで、これを、まあ、こんな感じで各プレイヤーの方のね、コマを配置していって、プレイヤーの方は青色、白色、茶色、灰色、なんてね、ありますんでね、ここを配置していくことによって、まあ、陣取りをしていくと。まあ、基本的にこういうタイプのゲームなんですね。で、プレイの流れそのものはね、国沢さんらしくて非常にシンプルでして、まあ、こういうね、自分のね、コマを立てる台持ってるんですけども、基本的には自分のコマをランダムで5個、こんな風に持っていて、ここのところから出していくと。で、出すときに、これ農民なんですけども、農民単体で出すんだったら何個出してもいいですね。で、それ以外の、こういった貴族ですね。貴族と混ぜる、あるいは貴族ばっかりの時は絶対に2個しか出せない。ということになってるんですね。なので、手番では貴族を混ぜて2個まで出すか、農民だけで3個以上出すかって、もうこれだけなんですね。しかも、まあ、若干例外がありますが、どこに置いてもいいんですね。全然どこでもいいですと、まあ、こういうすごい仕掛けになっとるんですね。で、このゲームの悩みどころのポイントはどこかっていうと、実は結構このゲーム悩ましいんですね。というのはポイントを取る要素が3つ4つあって、どこから優先していくかっていうのはね、非常に悩ましいんですね。例えばこのジグラットをですね、ジグラットの横に隣接しておけば1点入るんですね、これだとね。で、もう1回置けば2点入るんですね。これ何かというと、置いた時にジグラットと隣接してる自分の駒の数だけ点数が入るんですね。ここ入って、ここ入って。つまり、これやってくると、ここやっても、やっぱり2点なんですね。つまり、これあちこち置きたくなるっていうね、気持ちがさせるためにこういう効果があるわけですけども、まずこのジグラットの周りを隣接すると点数が入りますっていうことと、ここなんか書いてますよね、これ7って、ここは農民しか入れないですね、こう農地なんで。でも入ると単純にこれだと7点もらえるわけですね、まあ、ここ周りね得点トラックありますけど。ただしここは制限があって、いきなり農地に置けなくて、隣接するところにすでに置いてあって入るとかね、若干制限がありますが、基本こういうやつがもらえるんですね。であとはこいつですよね。こいつが非常に悩ましいのが、こんな風にぐるっとね、ぐるっとと囲んだ場合、こいつの周りは全部囲まれてますよね。囲まれた場合、こいつと同じマイコンの数かける2点もらえるんですね。これちなみにみんなもらえるんですね。ただこの場合だったら、しかもね、繋がっててもいいですね。こう繋がってるんですか。じゃあ白のプレイヤーはこれで4点もらえるんですね。2点2点っていう、ね。で、灰色のプレイヤーも2点もらえる。で、これ実は川はね、裏面でないと置けないんですけど、ちょっと特殊ルールがあるんでね、こうマニュアル参照いただきたいわけですが、こう繋がっててもいいですね。川ごと繋がってみたら、ここだったらこれこれこれなんで、ここでも4点もらえると。こんな形になって、こいつに関しては瞬間的にはもらえないんだけど、囲った時にかけ2点、農民役に立たないんですね。必ずこのアイコンなんで、ここに、ね、貴族しかいないので、絶対農民いませんから、囲わないといけない。しかもこれご覧いただくと分かるんですけど、この人ね、ちゃんとここにも次行ってて、これとこれ行ってるんですね。これとこれ被ってるんですね。なので、何回も同じことを使えることもできるんですね。例えば、こうやって繋いだときは、ここから壺まで行きますよね。こういう感じになっていて、繋がってる連鎖のところが囲まれていると、決算のたびに自分のルートをこう通っていって、何回も何回もかけ2点もらえると。こういう仕掛けがあるんですよね。で、かつここでぐるっと、囲って一番数が多い人、3、2、1なんで青が3だったら、青いプレイヤーはこれをもらっていくと。
これ何かっていうと、これですね。さっき農民で入るとこの、もう一個、これも農民で入れるんですけど、これが農民で入ると、この持ってる数ね、これ持ってる数分点数もらえるんですね。みんなもらえるんですね。なんで、これたくさん持ってる持ってるほど、これのもらえる点数チャンスが高くなってくるんですね。で、あとは、もうお気づきかと思いますけど、まあ、ジグラットもやっぱりあるんですね。ジグラットのところも、ぐるっと囲えば、もちろん一人でなくてもいいですよ。何人で囲んでもいいんですけど、囲んで終われば、点数はさっき言ったようにね、自分のコマがジグラットに何箇所くっついてるんで、点数が何回も何回も入ってますけども、このぐるっと囲むときに一番多いプレイヤーが、こういうジグラットタイルっていうのは最初の方にガバガバっと置かれていて、これちょっとオプションルールでね、追加のタイルもありますけど、単純に10点もらえるとかね、追加でもう一回手番があるとか、これなかなか結構すごいんですよ、これ。7個。ここね、5個しか置けないけど、これ持ったら7個置けるなとか、こういうすごい能力をもらえないんですね。もちろんね、何回でも使えるっていうやつから、1回限りもね、両方あるんで、これ全部強い、かなり強いんですけど、こういった能力もあるっていうのが使えると。こういう仕掛けになってるんですね。なので、手番では非常にシンプルで、ここにある手元のやつを見て、農民だけだったら何個でも1品出せる。農民と他のが混ざっていれば2個までしか出せないって、この基本ルール。で、さっき言いましたように、だけど、どこに置いたっていいんですね。どこに置いたっていい。農地のところに置けば、これだったら都市タイル。こいつをね、さっき囲って持ってる分だけ点数が入るし、数字だったらダイレクトにその分の点数が入るっていうのもあるし、ジグラットは囲んだらあちこち持ってれば5箇所全部自分のが隣接すればね、置くだけで5点ですからね。ジグラットの隣接分だけ点が入るし、囲んで終わった時にトップだったらすごい能力のスーパーパワーがもらえるっていうのも狙える。都市のところは隣接してるやつのところからつながってる同じアイコン、ここだったら美味しいですよね。こことここ、これもこれも人物ですから、ここに人物置いときゃ2回計算されますよね。ここも星置いときゃ、こことここ星2回計算されますよね。もう1個ここに置けば、この星星星ってこれ3回計算されますよね。なんていう美味しいゾーンがどこにあるか、決算した時には掛け2倍もらえるっていうのも見て、短期的なジグラットも取っていって、スーパーパワーも欲しい。瞬間的にもらえる農地のところにも置いて点数が欲しい。都市タイルのところを周りをうまく囲っていって点数が欲しいっていうのを、どこから攻めるかは完全にプレイヤーにお任せですよっていう、まあ国沢さんらしいですよね。しかも他のプレイヤーのブロックはできないんですよね。もちろん置いたところに置けませんけど、どこでも飛んできますからね、基本的にね。あら、ハロさんいいとこ置いたじゃないのって言ってバンバンってやられて急に決算になるってこともありますよね。でしかも農民がたまたま手元に重なったら農民バーって置くっていうのもありますよね。いうこともあって、お互いの手元に何を持ってるか見えない。特にまあこの7個とかね、持ってるやつすごい強いですからね。ああいうのもあったりするので、どこにでも基本的に置ける。若干例がありますよ。これね、川の置き方の部分とかね。まあ、ここの農地さっき入るときとかね。若干ありますが、それにしても、最初私ルールの時はこれ乱暴だなと思ったんですね。どこへでも置けますと。囲って決算、囲って決算、入って点数っていうのの、これをうまくやれてよっていうのは、最初見た時は固まる人も出るんじゃないかなというふうに思います。よくあるゲームだとね、だんだんこっちからとか、こっちからとかね、方向性があるんですよ。これないんですよね。完全にどこから行ってもいいってなってるし、無駄手はあんまりないんですよね。これだったら重なってる、同じアイコンだったら点が高いし、どうせだったらね、こうコンボで繋がるとこ置きたいですよね。こういうとこね、こう人物が重なるというのを、美味しいとこを探していっていく。でもそれはいつも言うけど、全員同じとは見えてるので、どこから行くかっていうのは、この手札で持っているものを自分でチェックして、ここにね、例えばこう壺だったらね、こう壺で便利ですけどね、壺持ってなきゃどうしようもないですからね、便利なところになるべく置いていくということをやる。非常にベーシックな、最初こうチグリス、ユーフラテスのバービロニアとかいろいろ言いましたけど、そこはやっぱテーマなんですね。ゲームそのまま本当にこう陣取りをしていって、囲いたい、入りたいっていうね、この3種類のことをやっていく。で、やればやるほど点数がずーっと入っていくので、特定の条件、まあ基本的になんかね、なくなっちゃったとかね、こっちがなくなっちゃったら終わるわけですけども、時に点数が一番多い人が勝ちという、非常に国沢さんらしい仕上がりのゲームになってるんじゃないかな、なんていうふうに思います。はい、というわけでですね、ライナー国沢さんのですね、バビロニアをご紹介いたしました。まあやっぱりね、全体的にね、私の方で感じたところで、やっぱ国沢さんらしい
仕掛けだなというふうに思いますね。あの派手さは全くないんですよね。あの特殊なね、あのタイルをもらえる、ジグラットをね、加工の時にもらえるスーパーパワーのタイルがありますけど、まああれがなくても機能するんじゃないかなというぐらいの気もしますが、非常に自由度が高い、どこへでも配置できますよっていう形になっていて、それのところで囲んだ時、置いた時っていう点数が確実に入ってくる。そのバランスはプレイヤー間の方で、彼ら、彼女らの狙いを見ながら置いていきなさいよっていう自由度が高い。農民は何個でも置きますけど、農民は点数になりにくいんですよね。農地取るとき以外点数になっていきませんから。いうところをうまく考えなさいよっていう、このプレイヤーにバランスを任せるあたりの派手さはないけど確実なっていうところが、まあ、やっぱ国笹らしい仕上がりになってるんじゃないかなというふうに思いますね。なんとなく私ね、やってみてね、昔のゲーム、例えばサムライとかね、なんとなく思い出したりしますし、世評とか見ていると、最近だとマヤっていうゲーム、そちらの方に似てるんじゃないかな、なんていうこともあったのでね、こういうしっかりした作りの陣取りゲームっていうやつを、やりたい方には非常に向いてるんじゃないかなというふうに思いますね。で、ちょっとね、やっぱ残念なところは、やっぱこう陣取りなので、こうソロモードないんですね。今最近ね、一人用があるのが非常に流行りですけども、ソロモードは残念ながらなくて、二人から四人なんですね。で、さっきお見せしたのは四人用になっているので、三人用、二人用って、こうすごく小さくね、ボードを使いなさいっていうなっているので、人数に応じたね、場所のコントロールはかなりできている感じがしましたので、まあ少なくても大丈夫。四人専用じゃないよっていうことができているんですが、残念ながらソロモードは入ってないということなので、そちらのね、ソロモードが好きな方にとって若干、まあ、陣取りなんで難しいと思いますが、あ、そういうのは入ってないというのはね、ご承知いただけた方がいいかなというふうに思います。はい、というわけで今回ですね、ライナークジサさんのバビロニアをご紹介いたしました。ザゲームチャンネルのR99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。